お聴きください、安住寺奥山若のピアノから千本桜です。
黒草ピー。黒草ピーなんですか。Thank you.
アのジャズのピアノと合作したことです、日本三世の天気がどんどん気温が上がってまいりましたが、年齢的にも年齢まだまだね、お店の方で、まだまだ販売になっておりませんのがあります、どうぞどうぞ皆さんがお時間の許す限り、どうぞお付き合いください。さて、次の何だろう、ホイットニーホイットニーヒューストンという、シンガーがおりますけれども、ご存知でしょうか。大変なことになくなっちゃったんですよね、ホイットニーヒューストン。いつ頃何かな、映画の女優さんでもありました、それはボディーガードっていうバンドどうなったの。プリンセスガンのボディーガード勝手にバンドを作られたので、そういう計画はありますけども、はい、計画上で、食べちゃった、まだまだ食べれてないんだ、食べれちゃった、はい、ホイットニー・ヒューストンのナンバーですね、すべてはあなたに、現在のナンバーは Saving All My Life For You です。
ついておるやつセービングオールマイラブという、ね、放題は、ね、全てのアルバムを作りましたね、本当に暖かくなってました。そうですね、暑いくらい、もうポカポカと眠くなってました。水蒸気切れますかね。水蒸気じゃないかな。水蒸気ですか。あ、ね、はい、次、あー、こちらのシェルティーシェルティーマニアなんです、私。あ、そうなんですね、うん、あ、前買ってたの、シェルティー。あ、そこでサイズミニピンパセカミニピンミニピンパミニピンパセカミニピンパセカはい、まあ、教えてあげてください。はい、次、何行きましょうか。ビッグテレビッグテレビ、キャロル・キングのやつ。はい、あのキャロル・キングのあの、オーキョルって、何だろう、あの、ニール・セダカっていう人がいて、で、オーベリーズの子だな、その人がなんかオーキョルって言った歌って、やっぱ皆さんご存知ないかと思うんですけど、あれなんか実はキャロル・キングのことを歌ってた。そうなんですね。うん。違うんですね。サマーサソングで、ニール・セダカに対してオーニールって曲を歌ったそうなんですが、そこの方はなんか長く止まったというです、キャロル・キングの代表的なナンバーはイスクーレイという曲。
基本的に洋楽好きなんですよね。うん、私は、ね、つまりさんは洋楽ホテルということで、はい、洋楽ホテルなんですか。なんかそんな風にいつも言われてます。一緒にないですね。どっちかというとそっちが。え、それでうまく？うん、大丈夫です。はい、まあ、今回ちょっとマグソンね、ちょっと確認に話していきましょう。はい。はい、皆様にですね、ことを楽しんでいただきたいと、さて、では次のナンバーをどうぞ。なんかお客さんが来ちゃったらどうしよう。愛のストーリー。愛のストーリー。はい、この曲にまつわる何かお話しします？大丈夫です。大丈夫ですか？知ってる人は知ってると思う。知ってる人は知ってる。知らない人は？知らない人は知ってる。はい、そういうなんか愛のストーリーを取り入thank you.
前からはストーリーを聞いていただきましたが、2時半を過ぎました。そろそろ皆さんのね、ちょっと出てきて、まあ、まとめてきてるかというか皆さんもびっくり心配になってますけど、お時間でいつかいいですね、ごゆっくりお願いしてください。さて、チームの方に参加しましょう。スペインですかね。はい、スペインしましょう。スペインしましょう。トビオでスペイン。
ありがとうございました。またお戻りください。よろしくお願いします。ありがとうございます。